録画を終了ボタン。皆さんこんにちは。今日は観葉植物のシェフレラについてお話ししたいと思います。このシェフレラは、10年くらい、シェフレラカポックとも言いますね、10年くらい前、8年くらいかな、よく覚えてないんですけど、100円ショップでちっちゃい鉢を買ってきて、それを年々鉢増しして、今これぐらい大きくなってます。なんか比較対象があるといいんですけど、はい、そんなシェフレラなんですけど、半年くらい前に、次男が一人暮らしを始めて、そこに次男を持って行ったんですね。で、半年ぐらいして、虫がついたって言って持って帰ってきたんですよ。なので、そういう時の対処法について今日はお話ししたいと思います。で、虫、私はよく見えないんで、どんなのか幸いなことに分かんなかったんですけど、ちっちゃい卵みたいなのがびっしりついてるっていうことだったんで、まずなんでついたかっていう私の考えなんですけど、多分、観葉植物は室内でも育てられるんですけど、ある程度で、そしてこのシェフレラは耐陰性があるので、そんなに光は必要としないんですけど、しないんですね。でも、風通しが不足したんじゃないかなと思ってます。で、一人暮らしでなので、平日は仕事を行ってるし、で、週末は結構家に帰ってきたりしてたので、まあ、換気もしてたと思うんですけど、あと窓を開けるのが一番いいんですけど、人が動くだけでも風って起きるんですよね、空気の動き。なので、やっぱり一人暮らしのお家で、ずっと部屋の中に置いてたら風通しが足りなかったんじゃないかなって思います。で、どうしたかって言ったら、まずお水をジャーって外に出して、水でジャーって洗い流しました。水っていうか、シャワー、ホースのシャワーでジャーって洗い流して、で、下の方にオルトランデラックスを置いて、あとベニカファインエックスをバーってスプレーして、で、ずっと風に外に置いてですね、私は春から秋は、外に出してました。で、冬はもういけるのかもしれないけど、冬は室内に取り込んでました。なので、やっぱり観葉植物を育てるには風通しが大事だよっていうことお話です。はい、で、対処法としてはお話しましたね。はい、そんな感じで今大丈夫だと思います。なので、シェフレラ、10年もののシェフレラを無事救出しました。はい、ということで、これをですね、あとちょっと、風通しを良くするために1個切ったんですよね。枝がこう出てるので、その切ったのをこれからちょっとお見せしたいと思います。録画を終了ボタン、録画を終了ボタン。はい、こちら側の枝を切って刺した方ですね。で、次男も治療が終わったらまた持っていくって言ってるんで、私も思い入れのあるシェフレラカポックなので、家にも置いときたいなと思ったのと、風通しを良くするために、根元からに大きい枝がにょーって出てたのを切って、今刺してあります。2週間くらい経つかな。で、はい、こちらですね。で、本当は、昔はですね、私もバーミキュライト、挿し木をするときはバーミキュライトがいいっていうことだったので、バーミキュライトに、挿してたんですけど、もうだんだん適当になってきて、多分大丈夫だろうということで、いきなり観葉植物用の土に挿しました。で、挿すときは切り口をカッターで斜めにこうシュッて切って、半日ぐらい水につけて、こうお水をしっかり吸わせてから挿しました。で、下の方に観葉植物の土があって、上の方はですね、最近お気に入りの、ちょっと写しますね、ベラボンをマルチングとしてこれは敷いてます。はい、で、ベラボンを敷くと土の跳ね返り、お水あげた時とかに土の跳ね返りを防げるっていうの効果もあるので、よくマルチングにも使われてるみたいですね。で、はい、あら、なんか写ってるかな。で、これが、そのシェフレラですね。で、いきなり、そして挿し木をするときは、ちっちゃい、なるべくちっちゃい鉢に挿した方がいいんですけど、もう植え替えとかがあれなんで、いきなり私大きい鉢に挿したんですね。で、そうなると根っこがちょっとしか
まだ全然で多分出てないし、根っこがちょっとしかないのにこんなにいっぱい土が入ってると土がなかなか乾かなくて良くないと思うんですよ。でということで、ちょっと奥にありますね。でもしこれが根付かなかった時のための保険も兼ねて、こちらにあるのが、これが、去年植えた、これはサンスベリアつってるかな、サンスベリアと、ペペロミアをちょっとします寄せ植えにした、鉢があるんですけど、こんな感じで映ってるかな。でペペロミアがすごい伸び伸びになってこんななってるんで、これちょっとどうしようかなって今思ってるんですよね。でこうやってなんか支柱立ててこう立ててもいいかなって思ってるんですけど、とりあえずちょっとちょうどいいんでこれを切ってこの根元に刺してこう観葉植物の寄せ植えっぽくしようかなって思ってます。はい、ちょっとなのでこれを奥にやって今ですね、で、まあ、1個切りましょうかね、ハサミで。これも1個切ったのがこっちにあるんで、こっちにあるからやっとこう、まあ適当に切れば多分大丈夫と思います。ペペロミアも、とっても丈夫。ちょっと後でゆっくり切り、多分この辺で切っちゃおうかな。ちょっと待ってくださいね。よし、そこから切りますね。でこっから切って、なんかだんだんこう最初はね、いろいろ神経質になってたんですけど、だんだん適当になっていきますね。でこの辺の葉っぱを切って、刺しやすくしますね。お、大丈夫かな、もう一個ぐらい切ろうかな、大丈夫かな。よし、これを刺しましょう。でまた後でゆっくりするんですけど、奥に行ってもらって、もう一個ぐらい葉っぱ取った方がいいかな、いや大丈夫かな。で先ほどのチェフレラに来てもらって、ここにこれをこう刺す感じですね。こんな感じで刺して、だこれからも根っこが出るんでいいし、あとであれも刺そうと思います、アロマティカス。でそしたらもしこの子が万が一根付、多分大丈夫と思うんですけど、根付かなかった時にこの鉢はペペロミアの鉢になるし、まあ、根っこもいい感じに、あれこっちじゃなかったかな、こう一回切ってありますね、まあこんな感じで、はい、ちょっと後でまた手直しするかもしれない、するかもしれないんですけど、こんな感じで大丈夫かな。なんか葉っぱがね、まあそんな感じで私のチャンネルは適当っていうか、こうこんなんでもいいんだよっていうことが伝われば、失敗もたくさんありますが、よかったらお付き合いください。はい、こんな感じで、育てていこうと思います。で今日はなので観葉植物にも観葉植物も風通しが大事というお話でした。はい、では今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。録画を終了。